こんにちは。バリ島チャングー。ボーズサーフから、今日の波情報をお届けします。チャンネル登録、よろしく。7月24日のバリ島チャングーからお送りします。今日は、動画の最後に予約受付のお知らせがありますので、ぜひ最後まで見てご予約くださいね。あなたのお越しをボーズサーフ一同楽しみにお待ちしています。今日は午前中雨が降りました。こちらは今朝のチャングーエコビーチです。今朝は軽くオフショアの風が入り、面が整った良い波でした。サイズは昨日より少し上がっています。ペレレナンが午前中の満潮を狙って、今日も混雑していました。真ん中のサンドバーと左側のレフトブレイク、チャングータヒチには数名エントリーしていました。オールドマンズも今日はサイズアップ。グーフィーの波が特に良くて、アウトサイドから岸近くまでライディングすることができました。
さて、ボーズサーフから7月、8月の予約についてお知らせです。今月末サーフィンのレッスンキャンセルが出ました。7月17日から8月3日、ボーズサーフのサーフィンスキルアップコース、サーフガイドをご希望の方は、公式サイト、または SNS からお早めにご連絡ください。8月は26日と27日が予約可能です。その他の日程はもしかしたら OK かもしれないので、まずはご連絡ください。バリ島観光ツアーの方は、7月最終週と8月後半にまだ余裕があります。僕よりも日本語が達者な、うちのベテラン、バリ人ガイドが、ご希望に沿ってご案内いたします。ご予約お待ちしています。明日もまた、バリ島から、波情報をお届けしますので、よかったらぜひ、チャンネル登録して、見に来てくださいね。それではまた、明日、お会いしましょう。